半分しか完成していないにもかかわらず、怪物は王様のすべての兵隊、動物園、そしてペパーミント畑3つを軽く飲み込んでしまいました。王様はカバと巨人の助けを借りて、ようやく怪物を海に追いやることができました。海の水はそれから何年も黒いままでしたが、怪物は陸に二度と姿を現しませんでした。忠誠心と怠け癖がとても強かったため、そのまま王様と残りました。巨人に別れを告げ船を出しました。しかしどれだけ船を進めても白鳥まで手が届きませんでした。モンローはまたしても自分がどこかに導かれているような気がしました。船は雲の中に入り、何もかも真っ暗になりました。